マリーアディグラツィアピアディボルボイコールドゥエシチリエは、両シチリア王国の旧統治者カモンブルボンシチリア家の子孫。両シチリア王フェルディナンド2世の孫娘にあたる。全名は、マリーアディグラツィアピアキアラアンナテレーザ、イザベッダ・アポローニア・デライデアガタ・チェチーリア・フィロメーナ、ルーチア・クリスティーナ・アントーニア・カタリーナ。最後の両シチリア王フランチェスコ2世のイボテ、カゼルタ・ハク・アルフォンソと、 その妻で両シチリア王族、トラーパニ博の娘であるマリーアントニエッタの間の第六子、三女として生まれた。1908年11月4日にカンヌにおいて、ブラジル定位継承者、イザベル王女の次男で、母から後継者指名を受けていたルイスミコと結婚したが、1920年に死別した。夫との間に二男一女を設けた。ありがとうございます。